バスが来ない。これは介護施設で働いている友人の話。ある高齢の男性が施設に入居してきた。付き添い人は娘さんだった。入所した時にはすでに認知症が進行しており、会話がなかなか噛み合わない。友人にとってもそんなことは日常茶飯事だったが、この老人の口癖が少し気になった。赤いバスは来ないのか、と老人は口癖のように繰り返し言っていたらしい。当初は家に帰りたいという意味で言っているのだと友人や施設の人たちは思っていた。入所する人の多くがバスか自家用車で最初訪れる。老人の場合はバスに乗ってだったから、同じバスに乗れば帰れると信じているのだとみんな思ったのだ。それから来る日も来る日も、バスはまだか、バスはまだかと老人は言い続けた。赤いバスはまだか、赤いバスに乗りたいんだ、そう繰り返した。ある職員の一人が見かねて、段ボールで小さなバス停らしきおもちゃを作った。子供が作るようなものと大差ない出来だったらしいが、案外こういったものでは効果がある。ねえ、おじいちゃん、バスが来ないでしょ？だから待っているしかないのよ。と、優しく語りかけると、男性は途端におとなしくなった。代わりに老人は日がない一日、そのバス停を眺めて過ごすようになった。おもちゃに向かって、赤いバスは来ないのか？と小さな声で言い続けて。入所してから半年くらい経った頃、男性は亡くなった。年齢的に大往生といっても差し支えはない亡くなり方だったらしく、その臨終の場に友人もたまたま居合わせた。老人は眠るように息を引き取ったのだというが、最後に何か言おうとしていたのを友人は見逃さなかった。はっきりと聞こえなかったけれど、きっとバスが来ただったんじゃないかな、と友人は言った。老人がこれでやっと家に帰れるのだと少しほっとしたのだという。亡くなったということで、退去に伴う私物の整理を行うことになった。その時友人は段ボールでできたバス停のおもちゃを家族に差し出した。おじいさんの棺にこのおもちゃを入れてあげてはどうでしょうか、と言い、ずっと赤いバスで帰りたがっていましたから、と伝えた。娘さんはありがとうございますと受け取りながらも、ちょっと怪訝な顔をした。赤いバスって何のことでしょう？言われて友人は気がついた。別の町から来るバスが赤かっただけで、老人が住む町から来るバスは青かったのだ。入所していた部屋は道路と反対。窓からも赤いバスを見る機会もなかったはずだ。老人が本当は何を待っていたのか、なんで気がつかなかったのだろうと友人は今更思ったが、その時にはもう知るすべもなかった。友人は今でも半分嬉しそうで半分悲しそうな、そんな老人の最後の顔を時々思い出してしまうらしい。